ユリガタ警備艇は海上自衛隊早々機の警備艇。前身はアメリカ海軍の上陸支援艇で1953年から53隻が対応された。1976年前艇退役。ユリガタ警備艇の前身は第二次世界大戦中に米海軍が建造した大型上陸支援艇で兵員の揚陸と下砲による支援を任務とした。兵装は強力であるが、 アサキス水、平底のため高揚性に乏しく、警備艇としての能力は不十分であった。量産のために徹底した合理性を追求しており、手機も8機のディーゼルを搭載し、4機で一軸を回す、マルチプルタイプで、主発電機原動機も同じディーゼルを使用していた。1952年11月に調印された日米船舶対釈協定に基づき、 翌1953年1月から PF18 隻と共に50隻が対応された。警備隊時代は警備船と称し、船名には草花に由来する名前が付けられた。海上自衛隊発足後は、警備艇に監視故障が変更となり、数隻の LSSL により警戒隊を編成し、沿岸部における警備、紹介の任に就いた。 1956年にさらに3隻が供与された。これは、インドシナ戦争のために、フランスに対与されていたものが返還され、日本に再供与されたものである。1958年から順次返還が始まり、約半数は早期に返還されたが、1959年7月31日、日米間の協定により、23隻が対与から供与に切り替えられた。 供与となった23隻は支援船に区分変更され、小型揚陸艇の母船や、練習造船、魚雷揚集艇、水中処分隊の母艇として使用された。和、マギックは、艦隊の対空射撃訓練に使用する、訓練用標的機を運用する母艇に改造され、最後まで在籍し、1976年3月に、除籍された。ありがとうございます。